最後春の時に花香ちゃんうん。なんか喉鳴ると恥ずかしいよね、ラジオって。なった今。ピクモン。ギャラーって。そう。余計ここだとだよね。うんうん。やりたいやりたい。聞きたくない聞きたくない。ギャラー。初。めっちゃ食べればいいんかなこれ。大きい音出してます。え。CM のやつみたい。はい、待ってます。おお、顔すごい、見たことない顔してたね。真っ正面でなんかさ、顔意識することってあんまないからさ。ない。おもろ。金シャチ降臨。今日の金シャチインフォメーション。私たち、せーの、スーパーターンストロングエナジーポジティブエキサイティングソウルフロム名古屋、 We are シャーチ。秋元穂香と坂本春菜と桜直と大黒柚月です。よろしくお願いします。毎週火曜日は名古屋城金シャチ特別展覧スペシャルサポーターを務めます。私たちシャチが今改めて知ってほしい名古屋の魅力をお届けします。イエーイ。届けちゃうよ。今日は桜直が大好きなオリジナル名古屋飯を紹介したいと思います。まあ、名古屋飯といえば、うん、まあ、ひつまぶしだったり味噌カツ、手羽先、いろいろあるんですけど、うんうん、私お家でよく味噌おでん食べるんですよ。あ、まあ、おでんをね、味噌でもつける、もうとんでもない色をしたおでんなんですけど、とんでもない色、茶色ですね。それが、まあ、ご飯とめちゃめちゃ合うんですよ。そう、そうで、ご飯と一緒に食べるんだけど、ご飯の上に、まあ、卵をね、うん、もう味噌に使った卵をまず乗せて、そこでぐちゃぐちゃ混ぜるので、そこに追い味噌すんのよ。あー、で、美味しそう。それを丼として食べるっていうのが私のもうお家での、あの大好きな味噌ご飯なので、ぜひ皆さんやってみてください。まず現在、名古屋城金シャチ特別展覧を名古屋栄で開催中です。詳細は東海ラジオホームページをご覧ください。以上、今日の金シャチインフォメーションをお届けしたのはシャチでした。バイバイ。バイバイ。